パクです。今回は前回やったコーヒー豆から精油を取るという企画から出たコーヒー豆のカスでですね、 T シャツを染めていきたいと思います。そしてですね、 T シャツには防染糊をつけて文字を書いてデザイン T シャツを作っていきたいと思います。それではコーヒー豆で T シャツを染めていきたいと思います。
はい、コーヒー豆で T シャツを染めました。見てください、見てください、これでございます。コーヒー感がないね。これもうグレーじゃないと。そうなんですよね、これ鉄焙煎をしたことによってコーヒー豆の中に入っているタンニンっていうのが鉄とですね結びついてしまって、このようなグレーな色をしてるんですが、これただのグレーじゃないんですよね。普通のグレーよりもちょっとね茶色がかってるというか、コーヒー豆感はね少しあるんですよね。これがですね毛山藩の木でやったグレーなんですよね。やっぱ若干こっちの方がね茶色だったよっていう感じが残ってるんですよね。早速着てみたいと思います。コーヒー豆で草木染めした T シャツです。見ていいでしょう。防染のりでね文字を作ったのもくっきり出てますね。しっくりくるわ。でなんかこう淡いグレーって感じでね、なんか着やすいですね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなっていう人はぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。